まあ男性っていうのは結構いろいろ考えてたりするんですよね。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。皆さん、男性が行為の最中に何を考えているのかって知りたくないですか？まあ夜の営みですね。これはね、男性もなかなか女性に言えなかったりするんですよね。でも知りたいですよね。ですから今日はそんな男性が行為の最中になかなか女性には言えない本音、これをお話ししていきたいと思います。ではまずこのようなご質問をいただきましたのでご紹介させていただきます。私は30代 OL で、彼は40代のサラリーマンです。付き合って半年になります。お互いに土日が休みなんで週末はお泊まりで会ってます。ところでご質問なんですが、男性って行為の最中にどんなことを考えているのでしょうか？いくつでも教えてほしいです。また彼が行為の最中によく微笑みかけてきます。なので、なんでそんなに微笑むのと聞くと可愛いからと返してきました。こういうのって本心ですかね？どうぞよろしくお願いいたします、というご質問です。ありがとうございます。いい感じですね。まあラブラブですね。おそらくこれは彼の本心でしょうね。まあ、この方のご質問というのは、愛し合っている時に男性の本音ですよね。男性がどう思っているかということですね。女性にとっては男性は何を考えているのか分からなかったりしますよね。男性と女性というのは、まあ体の構造とかも脳の構造も違いますからね。ですから今日は男性が恋の最中になかなか女性には言えない本音8選をやっていきたいと思います。これは僕の周りの男性たちに実際に聞いてみたことをまとめています。まあ男性というのは結構いろいろ考えてたりするんですよね。ですからぜひ参考にしてください。まず一つ目です。一つ目は、女性を満足させられているか不安になります。彼女のことを満足させられているかどうかっていうのが男性は常に気にしてるんですね。女性もそうかもしれないですけど、男性も結構気にしてるんです。たまに自分さえ気持ちよければいいという男性もいます。ただ大方の男性は彼女を満足させられているのかを気にしています。例えば彼女とエッチした時に、彼女はすごく気持ちよかったと言ってくれたとしても、女性は演技するって聞いたことがあるので、まあそれを気にしたりしています。まあ本当かどうか疑問視しているということですね。そういう男性も結構いるというのを頭の中に入れておいてもらえるといいですね。皆さんの繰り返されるお褒めの言葉が彼の自信にもつながりますので。そして2つ目が、本当は気持ちよくないのに気持ちいいと褒めるになります。まあ男性も女性のように演技したりするんですね。影では結構いると思います。男性も声を出したり、褒めた方が盛り上がったりすると思うんですよ。気を使う男性に多かったりします。相性が合わなくても相性いいねと言ったり、そんな気持ちよくないのに気持ちいいと言ったり、嫌われたくないという思いがあるんでしょうね。こういう本音もあるということです。怖いですよね。そして3つ目です。3つ目は、バストに興奮するになります。特におっぱい星人ですね。男性にはおっぱい星人が存在するんです。バスト大好き星人ですね。大きい小さいはそんなに関係ないと思います。だからこそ恋の最中にバストに興奮するぜと思っていたりするんです。大きさの好みはその男性によります。なので大きければいい、小さければダメというわけではありません。彼に聞いてください。まあ8割ぐらいの男性はバストに興奮するぜとくだらない妄想しているということです。男の差がですね。そして4つ目です。4つ目は、お腹が気になるになります。男性が恋の最中にバストの次に気になるのがお腹かもしれないですね。しかも裸になるとお腹って出てるのが結構目立ちやすいんですよね。お互い様ですが、特にかがんでる時お互いに目立ちますよね。まあ最中は結構お腹に注目してしまうわけです。これも男性の好みはありますけどね。気にする人と気にしない人がいます。ただ気になる男性もいるということを忘れないようにしてください。そんな男性はお腹を見ています。そして5つ目です。5つ目は、もうちょっと動いてほしいになります。これはね、マグロの女性に多い男性側の意見ですね。そんな女性はどう動いていいのかわからなかったりもするんだと思います。男性側もなかなかストレートに言えないですからね。言う人は言うんですが、言えない人は本当言えないんです。ですからそんな方は彼に聞いてあげるといいですね。何やってほしいとか、どこが気持ちいいとか聞きながらやってください。完全に受け身だと男性的に物足りなかったりするんです。どのぐらいがいいかというと、男性が6、女性が4、これぐらいの割合で動くようにするといいですよね。そして6つ目です。6つ目は、匂いが気になるになります。これ結構男性気にするんですよね。匂いって気にする男性たくさんいるんです。男性同士でもその話題になりますからね。まあお互い様ですけどね、なかなか言えないんです。これもだから自分がどんなのか分からなかったりしますよね、お互いに。そんなどこの匂いが気になるかというと、やっぱり性器でした。まあこういう意見が多かったです。頭という人もいますけどね。その男性の潔癖度合いにもよると思います。だから行為の前日には入浴することがおすすめです。夏だと汗をかくので、行為の前にシャワーを浴びることがいいですね。まあ要は匂いが気になっているということでした。そして7つ目です。7つ目は、もう少し優しくしてになります。これもなかなか言えないんですけどもね。フェラとか手で触られる時に、まあ下手な子がいるんです。痛いんですね、要はね。その時一生懸命やってくれてるんで、なかなか痛いって言えなかったりするんですよね。男性は雰囲気も壊したくないですしね。だからそういう時、男性は早く入れたいからと言ってそれをやめさすんですけどね。すぐやめさせられたら痛がってるかもしれないです。だから女性から、痛くない、もうちょっと優しくしようかと聞いてあげたらいいですね。その言葉は非常にありがたいです。そして8つ目です。8つ目は、動かずに一旦休んでる時は行きそうなのを耐えているになります。腰を動かしてる時に男性が動かすのをやめたりしますよね、まあ、休憩とか言って。そういう時って行きそうなのを耐えてるんですよね。早いと思われたくないんです。で、少し時間を置いてからまた動き出すんです。まあリセットしてからですね。そんな時があれば、あ、リセットしてるんだなと思ってもらえたらありがたいです。
以上が男性が行為の最中になかなか女性に言えない本音発声になります。いかがでしょうか。男性ってこのように感じてるんですよね。それではまとめると、まず一つ目が満足させられているか不安、そして二つ目が気持ちよくないのに気持ちいいと言ってしまう、そして三つ目がバストに興奮するぜ、そして四つ目がお腹が気になる、そして五つ目がもうちょっと動いてほしい、そして六つ目が匂いが気になる、そして七つ目がもう少し優しくして、そして八つ目が動かずに休んでいるときは行きそうなのを耐えてるになります。男性が行為の最中に思っている本音、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。